どうも。 星優太ですボズニアクというソロ名義で音楽をやっていたり、その他いろんなところでいろんなことをしているミュージシャンです。ミニマリズムとその周辺、お聴きいただきありがとうございます。僕が考えていることとか興味のあることについてじっくりのんびり掘り下げて喋っていく、そういうポッドキャストです。お願いします。えー、今週も皆様、元気にやっていきましょう。よろしくお願いします。えー、月曜、祝日、今日はスポーツの日っていうことなんでしょうかね。はい、えー。僕とか僕ら、個人事業主、フリーランスにとっては、祝日、休日、平日、関係あり ませんので今日から1週間始まるものとさせていただきます、えー、今週の僕はですね、ライブが3本ありまして、あとはスタジオもいっぱいあるっていう感じで、えー、今年の10月は何でか知らないけど、めっちゃ詰まっていまして、それをジョイさせていただいてます。えー、サポートが2本あるんですが、自分が出るライブとしましては、木曜日ですね、10月の17日、木曜日、西英福ジャムで、ウォズニアックですね、僕のソロのライブがありまして、皆さんぜひ遊びきて、 いいたただきたいですね一応ですね一旦今僕が計画している状態としましてはこの10月17日のライブをもちまして、えー、太鼓のね生の太鼓のバスドラムとフロアタムが一旦引退卒業となります。そこにあの電子楽器が あの参入しましてよりもっとかっこいいサウンドに近づくためにですねウォズニャックのドラムの擬態化という作戦が始まりましてそれのお披露目が来週の24日の木曜日スプレッドでの自主企画になる予定ですそこでやってみて全然ダメとか激ダサだったら、えー、速攻返り咲いてもらうんですけど <laughs> 一旦あのそれに向けていろいろ調整する週となります のでフロアタムとバスドラムの一旦ね引退試合になりますのでぜひ皆さん遊びに来てくださいそしてさっきチロッと言った来週のスプレッドのイベントもぜひチェックしてくださいよろしくお願いしますさて今日はですね、えー、このままじゃダメだと思ってる話をさせてください <laughs> あの僕あの数ヶ月に一並みですね仕事とか活動とか、えー、私生活とかいろんなことがですね全部 ギューッと過密になる月というか時期がありましてその度、えー、今から話すようなことを思っていて特に答えも出ず日々に追いつくのが精一杯で、えー、生きていってるっていう感じなんですけどあのさっき告知の時にちらっと喋りましたけど今月なんかめちゃくちゃ詰まってるんですね。 でえー、だ,だけどあの僕はまあ個人事業主というかねフリーランスのどこにも所属していないミュージシャンクリエイターとして、えー、生きていましてなんとかギリギリいろんなことしながらなんとかサバイブしている状態なんですけどそういう身としては忙しいっていいことじゃないですかてかそれの方がねあのやりがいもあるしいろんなとこでいろんな人に会えるしいろんなもの届けられてるし収入もたくさんもらえるしみたいな。 感じでいいことじゃないですか。だけどやっぱここまで過密スケジュールがずっと続くと、追いつかないんですよ、いろんなことが。だけどその方がいいし、どうすればいいんだろうっていうことで、えー、そのことを考えてるだけっていうエピソードです。それについて考え終わっていて、ここからこういうふうにやっていくと決めましたとか、今やっている A っていうのをやめて B をやるようにするとか、そこまで 立派なエピソードでは今回はありませんが、まあ、毎日ね更新していくポッドキャストなんで僕の今の現状をそのまま伝えるだけのエピソードも撮っておいて、まあ、また観光のことについては考えて何かこう答えが出たりこういうふうにしたら良くなったみたいなのがあればまたここで発信していくっていう感じで、えー、チラチラ聞いてもらえれば嬉しいんですけどねなんでみんなフリーランスの皆さん特になんですけどどういうふうにこう仕事と 発信、活動と自分の暮らしと健康とのバランスをとってんのかなって思って、そういう話です。いやー、今月すげー忙しいんですよね。なんか、ライブが、自分のバンドのライブと、あとサポートでやらせていただいている現場、合わせて7本ぐらいライブがあるんですよ。で、あのコロナ以前の社会では、僕は7月7本のライブなんて正直余裕だったんですけど、まあ、それがなくなって、 コロナ禍でオンライン発信とか自分の活動とかが結構増えてインターネットの活動も結構増えたりして、えー、映像編集とかその学校で生徒にしクリエイティブを教えるとかそういう別のお仕事もたくさんいただけるようになった上で、えー、コロナ前みたいにライブの本数が戻ってきてるとでしかもそのライブも自分のバンドとか自分がバーッとやるだけのライブじゃなくて、えー、お仕事的にサポートですね うん、そういうお仕事も増えてきていただけるようになってきてるんで、こう、やることの種類が増えてるし、そのしくじれないレベルも上がってるんで、そのことについてコンめてしっかり準備するっていう時間や労力も増えてるんですよね。もちろんいいことですよ。これをやるために僕は今までいろんなところでいろんなことやってきてるわけですから、最高なんですけど、それがすごい全部ガーンと固まってるのが今月なんですね。ライブ7本と。 あとそれに向けたリハーサルとかゲネプロみたいなものも5から7日あってプラス24日今月24日は僕自身の企画があるんでそこでそのドラムを擬態化しようと思っていてそれに向けた研究やスタジオに入るって検証もたくさん今週来週でやりますしうん。 グッズも作るし、えー、イベント全体の運営もしなきゃいけないし、それに加えて、日々のこのポッドキャストとかね、この YouTube とか、オンラインの発信ですね、SNS 発信、僕は YouTube のメンバーシップもやってるんで、そこに向けたコンテンツの発信とか、で、各種クリエイティブのお仕事もあると、映像編集のお仕事とか、配信オペレーターのお仕事とか、デザインのお仕事もあると、そして健康的で、 えー、整っている私生活もやんなきゃいけないということで、むずいよ、そう。はい。4つあるんですね、今、僕、話したこと。自分の活動、自分自身の活動ね。うん。あの、ウォズニアックとかダルジャブとか。はい。と、えー、SNS とかオンラインの発信ごと2つ目ですね、これが。で、3つ目が、各種、クリエイティブのお仕事ですね。映像編集とか、配信オペレーターとか、あとは、音楽でも、マニピュレーターのサポート業とか、そういうことです。と、私生活と。 これが4つだと思うんですけど、このね、1と3が最近増えてるんですよ。自分の活動が増えてる。まあ、ライブが増えてるんで。リリースも増えてるんで。と、その、マニピュレーターとか演奏編集のお仕事が増えてきてると。で、それが増えたことによってですね、えー、SNS 発信とかオンライン発信みたいなことと、あと自分の健康的な暮らし。ここが減ってきてしまってます。 で、特にこの4番ですね一番こう後回しにしがちなあの健康的な食生活とか適度な運動とか、えー、適切な睡眠とかですねこの削ろうと思えばまず削れちゃう自分だけが損するから後回しにできちゃうこの要素ここがですね減ってきていてここが減ると後々 1,2,3番の全てを破壊しちゃうと思うんですけどね。あの、体壊すんで。体壊すから、その仕事ができなくなっちゃったりとか、入院したりとか、そういうことにつながりかねないじゃないですか。なので、何かを考えなきゃいけないなと思っていて、まずいぞという感じで、今ちょっと考えてます。まあ、具体的には、寝る時間がすっげー遅い日が続いてたりとか、その遅い時間に寝るのに、次の日の朝の稼働時間も朝、まあまあ早いみたいな。 そんな感じでですね、なんとかしなきゃいけない状況です。はい。まあ、すぐやるようにするとか、集中して物事に取り組むとか、隙間時間の使い方をどうにかするとか、やる時間帯を考えるとか、まあ、やるべきことは分かってるんですけど、まあ、それをどういうふうにこう、暮らしに落とし込めばいいのかまでは分かってないんで、もうちょっとこの辺は深掘りして考えたいところです。ということで、え今日は現状をまるっと喋ってみました。 何か明確な答えがある方は教えていただきたいですし、えー、分かる分かるという思っていただいた方は一緒に考えましょうということで今週はこういう話でした皆さん一緒に乗り切っていきましょうということでお聞きいただきありがとうございました以上「ミニマリズムとその周辺星唄」がお届けしましたそれでは今日も皆様元気にいってらっしゃいバイバイどうも星唄です ポズニャックというその名義で音楽をやっていたり、その他いろんなところでいろんなことをしているミュージシャンです。ミニマリズムとその周辺、お聴きいただきありがとうございます。僕が興味あることについて、いろんなことについて、じっくりのんびりしゃべっていくポッドキャストです。今日もよろしくお願いします。 祝日月曜日も終わりまして、えー、10月15日火曜日の更新となります。今週残り4日ですね。学生の皆様、社会、ビジネス系の皆様、もうちょっと頑張りましょう。10月中旬も元気にいきましょうね。 えー、今週はまたまた詰まってますが、まあ、ライブが近づいてきています、えー。あさってですね。はい。10月17日木曜日、えー、ウォズニアックのライブがありまして、これが西英福ジャムでやらせていただきます。嬉しいですね。西英福ジャムの店長、カズマックスさんのイベントというわけで、また呼んでいただけまして、嬉しいですね。ライブやらせていただきます。の えー、ジュニアくんとかリーちゃんみたいな、えー、方のお名前を言ってピンとくるでしょうか。あの、僕の可愛いね、年下の後輩の友達なんですけど、その仲間がやっているバトロイコメタルサマージャケットっていうバンドと共演ですね。嬉しいですね。ボズニャックはあのこの日のライブを持ちまして、一応今予定なんですけど、バスドラムとフロアタムが引退する予定ですんで、その引退試合となる、 西エフ福のジャムのライブ見に来てください。7時45分とかからかな、7時50分ぐらいかな、の予定ですので、平日にしては、まあ、ややタイトなスケジュール感のがありますけれども、来れる方、ぜひ来てください。そして、その翌週、24日木曜日、下北沢スプレッドで自分の企画やりますんで、そっちもぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。 さて、えー、今日はですね、あの、めちゃくちゃガジェット、メカの話をしようかなと思っています。あの、多くの方がノートパソコンを使って、えー、仕事や制作、クリエイティブをやっているんじゃないかなと思うんですけど、デスクトップパソコンっていうのをですね、僕、去年、2023年の夏に生まれて初めて購入してみまして、まあ、僕もあの、 で外に出るお仕事とか移動がまあまあ多い人種ではあるんですけどちょっと思うところがありまして試しにデスクトップ買ってみましてで MacMini ってやつなんですけどそれ1年以上使いましたんで1年以上経ってみて使ってみて MacMini っていうねそのデスクトップパソコンを買ったっていう選択肢はどうだったんだろうという話をちょっとしてみたいなと思っています。 はいでまあそういう動画をとか動画じゃないですねそういうポッドキャストを収録して発信するぐらいですから良かったんですよ結論から言いますとまあもちろんノート PC のがいいなって思う場面もあったり少しずつそういう場面は増えてきているのが正直なところではあるんですけどまあ基本的におおむね め,なめちゃくちゃいいなと思えるので、えー、今日はその魅力というか、どういうところが MacMini は良かったのかっていうことについて僕なりに話したいと思ってます。はい。であのの、あの、特に Mac ですね。うん、Mac といえば MacBook Pro もしくは Air。 ののこマックといえばマックブック一択という選択肢の方が結構多いんじゃないかと思います特にそのクリエイター周辺のお友達ミュージシャン周辺のお友達はマックパソコンといえばマックマックといえばマックブックっていうねエア、まあ、かプロはそれぞれあるとは思うけどという方多いと思うんですけど僕はですね Mac すごくおすすめしたいんで、そんな方の選択肢や気づききっかけの一つになったらなぁなんて思ってます。はい。改めてですが、僕が買った Mac Mini っていうのは、えー、M2 Pro Mac Mini ってやつで、M2 Pro Mac Mini の中ではスペックが一番低いやつですね。まとはいっても全然スペックが高くて、ストレージもそこそこあって、えー、USB ポートとかもたくさんあるんで、いろんな機器との外部接続も可能ってやつなんですけど、 えまあもっとあの根っこの話をすると Mac Mini って何なのっていうやつですね。これデスクトップパソコンなんですけど画面がついてないんですねの。会社とかにあるパソコンって大体そうだと思うんですけどなんかでっかい箱みたいな脳みそみたいな部分だけがあるっていうそれがパソコンですねで。そこにケーブルで接続して 画面とかマウスとかキーボードをくっつけて、まあ、もしくは無線でつないだりして使うっていうやつですね。なんでまあパソコンってまあそのまんまでノーミソだけっていう状態ですね。まあ、それがあの Mac Mini にもありまして Mac はまあ Mac Pro っていうのと、えー、Mac Mini っていうのと Mac Studio っていうのが このデスクトップパソコンの中でありまして、それの一番まあ小さいやつ、コンパクトなやつっていうので、Mac mini というのがあります。まあ、しかし、コンパクトとは言いながらも、スペックは結構高くて、そして何と言ってもですね、安いんですよ。うん。の、MacBook Air とか MacBook Pro ってありますけど、まあこれ、例えば MacBook Pro と比べましょうか。まあ、すっごいざっくりな話ですけど、 M1、えー、とか2とか3とか4とかあって、まあこれはあの、まあなんかゲームソフトとかも、なんとかなんとか1とか2とか出るじゃないですか、映画とかも。それと同じって考えてください。その、1、2、3、4でなるにつれて、年代が後になっていくんで、まあ進化してるってやつ、ことですね。はい、それの M、M っていうのが Mac の M ですね。Apple の自社チップっていうのを使うようになりまして、近年の Mac は。で、えー、M っていうチップの 2, 2世代目っていうやつですね。その M2 のプロっていう、まあちょっとクリエイターラインみたいなのがありまして、その Mac mini を僕買ったんですけど、その M2 プロっていうチップが搭載されてる Mac mini っていうのを買ったんですけど、M2 プロっていうチップが搭載されてる MacBook もあるんですね。それが M2MacBook Pro ってやつなんですけど、このスペックがやチップが同じ、 マックミニとマックのノートブックっていうのを比べると値段が1.5倍から2倍ぐらいノートパソコンの方が高いんですね。うんまあ、僕がマックミニを買った大きな理由はここです。まあ、近年の、まあ、マックというか外国の製品、まあに、北産の製品もそうですけど、まあ、値上げですね。この値上げの流れにもうついていけないし、ついていきたくないですね。 シンプルに金がそんなにないっていうことというよりはそこにそんなにお金を払う価値を感じないっていうところなんですよねあのまあパソコンイコール MacBookPro ってなっちゃうとですね非常に高価な買い物になっちゃうんですよで僕が Mac とかに求めてるものって脳みそだったり処理速度だったり USB-C とかの接続ポートの 数なんで,すね、ですが Mac ブック MacBook を買うとですね強制的にキーボードとマウスと画面がついてきますよねノートパソコンって画面ついてくるじゃないですかそれが結構高級なんですよねそのノートパソコンっていう物質ありますよねあのノートパソコンっていう物質のどこに原価が 使われてるかどこにお金をかけて作られているかというと、やっぱ画面なんですよね。綺麗で大きい画面ですよね。まあ、あとはカタカタと叩くキーボードも内蔵されているし、まあ、Mac の場合はトラックパッドっていうね、あの魔法のような板があって、あそこを触ったり押したりジェスチャーしたりで、いろんな操作を快適にできると。この3つのセクションにすごくお金が支払われているってか、そこに原価を割かれていると思うんですけど、僕、それいらないんで。 画面は画面で持ってるし、キーボードもマウスもいつも使ってるのがあるんで、これいらないってなると、10万円とか、15万円とか、半額とかになった安価で、スペックの高い Mac が手に入ります。なので、Mac Mini は非常におすすめでした。で、1年2ヶ月使いまして、外出先でも使わなきゃいけない機械っていうのは、まあまああるんですけど、 まあ、モバイルディスプレイを1個持ってれば、この悩みはほぼ解決しますね。あの、キーボードとマウスって別にそんなに大きいもんじゃないんで持ち運べるじゃないですか。で、画面はね、あの僕24インチの画面2枚使ってるんで、これを持ち出すことは不可能ですけど、10.5インチとか15.6インチの僕モバイルディスプレイっていうのももう持ってるんで、これと USB ケーブルで 電源なしででで接続でつけられるのでまあこういう最低限の設備だけ持っていけば全然出先でも Mac Mini 使えるんで、まあ、外出することとか外で使う用事がまあまああるぞ僕は私はという方であっても Mac Mini っていうのはすごくいい選択肢なんじゃないかなと僕は思ってるんでそこがネックの方にもぜひお勧めできます はいで実際、の僕のミュージシャンの友達がだんだんマックミニを買う率が高くなってきてるんで、まあ、僕が言ってることとか思ってることっていうのが周りにはちょっとずつ届き始めているのかもって思ってちょっと嬉しいいですはい、えどんどんの値上げマックは値上げしているしかし高性能にもなっていると。 そして僕らミュージシャンとか、まあ、あと映像クリエイターとかデザイナーとかは、やっぱ扱うデータの量がでっかくなってきてるんで、まあ、やっぱ高性能なパソコンを求められると。そうなった時に Mac Mini っていうのは一つの選択肢としていいんじゃないでしょうかっていう今日はお話でした。はい。で、えーまあ、徐々にですね、僕、まあ、出先でパソコン使う機会が増えてきているんで、 まあノートパソコンもそろそろ身軽でいいやつ買いたいなという気持ちはなくはないんですがまあそれより音楽制作とかマニピュレーター仕事に向対してえ有用なそう Mac mini をですねもう一台買いたいなと思ったりしてます、はい、Mac mini 僕マニピュレーター専用機で一台買ったんですけどそれはそんなに強くない Mac mini なんで強くて 音楽専用の MacMini っていうのをもう1台買いたいなとか思っておりますもしくは Windows のミニ PC に興味があったりするんで、えー、面白そうなことはどんどん調べて使っていってまたこうやって発信していきたいと思ってますということで今日はガジェットの話でしたお聞きいただきありがとうございました以上ミニマリズムとその周辺星唄がお届けしましたそれでは今日も皆様元気にいってらっしゃいバイバイどうも星唄です ボズニャックというソロ名義で音楽をやっていたり、その他いろんなところでいろんなことをしているフリーランスのミュージシャンです。ミニマリズムとその周辺、お聞きいただきありがとうございます。えー、僕が気になっていることとか、やってみていることなど、えー、いろんなことについての考察を喋っていくポッドキャストです。今日もよろしくお願いします。えー、まずは活動についてのお知らせをさせていただきます。明日、ライブです、えー。10月17日木曜日、西英福ジャムで僕のソロのボズニャックのライブがあります。バトルイカーメダルサマージャケット。 グラサンアニマルシャックという西英福ジャムらしいバンド3つと共演という感じでやらせていただきまして僕ら出番2番手なんで8時前ぐらいには来てもらえると始まるんじゃないかと思っておりますまあ来週24日の木曜日にもですね僕のイベントありましてそれ僕主催のポズニャックが出るライブのイベントなんですけどそこからですねちょっと機材環境またちょっと一新して ガラッと変えてやってみようかと思っておりまして、その前ですね、要はビフォアの状態の最後のライブとなる予定です。具体的にはバスドラムとかフロアタムがある。 ドラムセットっていうのは一旦ここで見納めになる予定ですんで、ぜひそれも見たいよという方は遊び来てもらえると嬉しいです。まあ単純にライブとして、えー、絶対優勝しますんで、かっこいいライブをお届けしまして、グッズも持っていきますんで、そこをシンプルに見に来てもらえると嬉しいですし、まあそういう前後の変化も様子を見ていただける方がいたらさらに嬉しいです。それで、えー、さっき触れましたけど、来週ですね、24日、わしもきたぞスプレッドで僕主催のイベントありますんで、全員遊び来てください。待ってます。お願いします。 さあ、えー、10月16日水曜日の更新となりましてすいません今日ですね久しぶりに午前中に予定が入ってなかったんで結構寝ちゃいましたすいません、えー、昨日の夜に寝落ちしちゃったんで、えー、朝の公開に向けて撮りためもできませんで、えー、今ちょっと夕方前3時ぐらいに撮っておりますお許しくださいお願いしますさて今日はですねまたあのメカの話をしたいなと思ってます、えー、前回のポッドキャストでは Mac Mini っていうね パソコンの本体について、えー、僕がまあ去年の夏くらいに買ってみたデスクトップパソコンについて <laughs> どう思うかとか意外とノートパソコンじゃないけどいけてるよみたいな話したんですけど、今回はですね、もっと皆さんに関係ある話ができると思います。スマートフォンです。スマホ何使ってますかはい。えー 半分以上ぐらいの人が多分 iPhone を使ってるんじゃないかなと思うんですけど、スマートフォンといえば iPhone、要は Apple 社のスマートフォン、もしくはその他のメーカーのスマートフォンということで、Android ですね。iPhone じゃないスマホは Android スマホって言っちゃって今はいいと思うんですけど、この Android スマホっていうですね、領域、成長がすごく続いてまして、 いろんなメーカーからいろんな面白い機種が出てるんですけど iPhone 使ってる人でそれ知らないっていう方結構多いんじゃないでしょうかね iPhone 使ってる方ってその多くがですね初めっから iPhone なんですねスマートフォンの歴史は iPhone と同時に始まっていて、えー、iPhone がボロくなってきたら次は新しい iPhone に変えるっていうのをずーっと繰り返されてる方多いと思うんですよねなのでまあ アンドロイドに出会う暇がないっていうか、そういうタイミングもないし、よくわかんないから iPhone から iPhone に変え続けてるって方多いと思うんですけど、僕あのや、は iPhone 行ったり、Android 行ったり繰り返してまして、えー、2024年の秋現在は Android なんですね。で、Android に変えてから、えー、今の最新機種にしてから、何ヶ月くらい経つかな、数ヶ月は経つんで、えー、割とその機種も含めて、最近の Android どうって話が、えー、割とリアルな。 目線でできると思いますんで、そういう話をしてみようかなと思っております。結論から言うと、アンドロイドスマートフォンはおすすめです。すごくおすすめできます。うん。あの iPhone しか今まで使ってきたことがないという方であっても、結構簡単に、アンドロイドとして何の違和感もなく使える日々をつかみ取れますんで、iPhone から Android の乗り換えも全然いいと思いますよ。はい。 あの昨今 iPhone は値上げがずーっと続いてまして、今日か昨日か今日に突然ですね、Mac mini の新しいのが出たんですけど、それはなんか際どく値下げされてるみたいな情報を聞きましたけど、値上げがどこまで続くかわかんないですけど、全世界的には値上げで続いていくと思うんですけど、iPhone はずーっとこうなんかスペックが上がってったりとか、 こ良い,いもの高級なものにずーっとなっていって値段もずーっと上がり続けてるっていう状況があると思いますんででそれに対して僕らがやりたいことスマートフォンに求めてる性能って正直そんな変わってないと思うんですよそんな中でこうどんどん高級で高いものしか選択肢にない iPhone を見せられ続けても そんなに使ってないのに、また iPhone 新しいの買わなきゃいけないんかっていうのが続いてる人も結構いると思うんで、であれば Android っていうものにですね、目を向けるのも一つの手かななんて思っております。はい。Android って安いの、ボロいの、ボロいのっていうか、安くてしょぼいのから高くてスペックがやばいやつまで上下左右すんげえいっぱい選択肢があるんですね。まあこれは当たり前で、アップ p p プル社の iPhone ですよね。その1つの会社が1つの製品出してますよね。そういう感じで、非 iPhone のスマートフォンを出してる会社ってもう10も20も30もあるわけですよ。で、その会社が1つの製品しか出してなかったとしても、10も20も30種類もスマホって存在してるんですよね。はいサムスンっていう会社がこう1つのスマホを出してますけど、まあ、そんなはずなくて、 サムスンっていう会社が3つか4つか5つくらいスマホを出してるわけですよねいろんなバリエーションのそういう会社が10も20も30もあるんで、えー、手に持つスマートフォンの機種の選択肢ってアンドロイドになると多分100以上あるんですよね選択肢がそうなれば皆さんの暮らしにピンポイントにマッチしているスマホって絶対見つかるんですよ だからすっげえいろんな種類の中から高性能で、ねまあ、自分にジャストに合ってるスマホを選べるんでアンドロイドっていうのはこの時点で僕はもうすごくおすすめですで僕はアンドロイドはですね OPPO って会社のリノ 3a っていう昔のやつを使っててそこから iPhone に1回行ってその後が、えー、Google Google p ピクセル 7a っていうのに変えてそこから、えー、iPhone に戻らずにまたアンドロイドに変えておっぽリノ 1111a っていうのに変えまして ずーっと何にも問題ないなぁと思いながら使えてます。はい。なんでおすすめできますね。で、あの最新の今僕が使ってるオッポリの 11A っていうのはですね、若干僕のやりたいこと、僕の暮らしに対してスペックがちょっと低いなぁって思い始めました。なんでちょっと使ってて不満があるんですけど、 なんせ値段が2万5000円でして、で、サイズも大きくて、あの画質はめちゃくちゃ綺麗なんですよね。なんで、使っていく分にはまあ問題ないけど、まあ、もうちょっとスペック高いやつ買っといてもよかったなぁなんて気がしてますけど、まあ、基本的にはあの満足してます。はい。こんな感じでですね、値段がめっちゃ安いのもあれば、 逆にあの折りたたみスマホって言って、でっかい画面にできるやつは20万円とか超えるような高級スマホもあったり、カメラが l i カ a のカメラを使ってて、もうすんごいカメラが綺麗で値段も高いみたいなのもあるんですけど、いろんな機種があるんで、Android はおすすめですよ、うん。で、あの画面構成ありますよね。ユーザーインターフェース、UI ってやつっす。これがですね、結構アンドロイドはちょっとダサめなんですよ、全体的に。 でえ、僕もですね、えー、GooglePixel 使ってた時もそれちょっと感じてましたし、今回の Oppo でも感じてるんで、正直、デフォルトのそのスマホメーカーが最初から用意してくれている画面構成っていうのはそんな好きじゃなくて、それだけ見て取るとですね、やっぱ Apple、iPhone って最高でかっこいいなって思う気持ちが全然,全然あるんですけど。あの、 アンドロイドはですねランチャーというアプリを使うとその基本の画面構成とか UI そのものを自分好みにカスタマイズできるんですね。僕はノバランチャーっていうアプリを使ってるんですけどこれ使うとあの見た目全部好きなように変えられるんで結局の納得のデザインに持っていって使うことが可能です。 可能ですし、そのノバランチャーの設定をアンドロイドから新アンドロイドに引き継ぐことがもちろんできるのでそうするとスマホの会社を変えてもデザインは何も変わらないまま新機種を使い続けるということが可能だったりして機種による差とかもなくなってすごく便利です。はい、で、まあ、安いですし、まあ、僕はなんかスマホは道具って感じで。 接していいると言いますか一つのものとして何年も持ち歩くというよりは、まあ、今ちょうど自分に合ってる機種を使って、えー、それを繰り返していけば面白くないっていう気持ちでいるんでこのオッポリの 11A を3年4年5年使うつもりが最初からないんですねはいそれぐらいのつもりで、えー、次のスマホ出たら面白そうなのが出たら買うみたいな感じで、えー、ガジェットライフを楽しんでいますというわけで今日はですね えー、数か月アンドロイドの新しいのを使ってみ、えー、ましたけどそれどうなのって話とかスマートフォンイコール iPhone っていう考え方だとちょっと選択肢狭いかもしれないんでアンドロイドスマホもおもろいよって話をのんびりしましたお聞きいただきありがとうございました以上ミニマリズムとその周辺星唄がお届けしましたそれでは今日も皆様元気にいってらっしゃいバイバイどうも星唄です ポズニャックというソロ名義で音楽をやっていたり、その他いろんなところでいろんなことをしているミュージシャンです。ミニマリズムとその周辺、お聞きいただきありがとうございます。えー、僕が今興味あることとか、考えていること、やってみてること、じっくり喋っていくポッドキャストです。お願いします。えー、まずは僕の活動についてお知らせをさせてください。本日、10月17日夜、西英福に来てください。皆さん、ポズニャックのライブがありましてですね、今月は3本ライブあるんですけど、その2本目となりまして、えー、僕的にはちょっと不思議なことが 節目となる回です何の節目なのかはこの後本編で喋ろうと思いますが、まあやばいライブやりますんで来てください。えー、2番目の登場でして、19時50分頃にライブですんで、お仕事、学校、えー、習い事など終わる頃、急いで来ていただければ間に合うんじゃないかと思ってます。待ってます。お願いします、えー バトロイカメダルサマージャケットっていうですね、バンドは特にあの仲良しでして、えー、ギタージュニア君、ドラムリーちゃんなんていうのはマブダチですんで、マブダチとの共演をぜひ皆さん見に来てください。お願いします。待ってます。新グッズ、えー、今月のライブから出しているグッズ、先月からか、えー、バッグ等々小物も持ってきますんで見てやってください。お願いします。さて、えー、今日はですね、えー、ちょっと 前、このポッドキャストでも何回か喋っていることの続報という感じで、えー、僕が今ですね一番全力で取り組んでいることについて喋ります10月の1日と2日あで喋ったことの続きという感じなんでより解像度を高く聞きた知りたい方はそのエピソードから振り返ってください、えー、ウォズニャック僕がやってるソロンのウォズニャックのですねライブで僕ドラム叩いているんですけどそのドラムセット 音をですね、擬態化といいまして、えー、生楽器要は太鼓ですね叩くとドーンって音が鳴る太鼓とシンバル要は鉄ですね、えー、叩くと音が鳴るあいつシャーンとかチッチ,チチとかそういうやつですねそれと電子楽器をですね半々ぐらいのバランスで混ぜ込んだドラマーに僕はなりたいと。 ということで、ハイブリッドってよく言うんですけど、それ専門用語では、えアコースティックエレクトロニックのハイブリッドドラマーに僕はなるぞということで、それについての研究だとか、機材を購入するだとか、そういったことを進めてきました。そして今でも進めてるんですけれども、えその一つのこうステップが、進展があったんです。これを喋らせてください。 はい。えー、なので、全ドラマーと、オーズニアックのことを注目している人必見の内容となっております。えー、TM プロっていうですね、TM6 プロっていう、ローランドっていう会社が出している、そのハイブリッドドラムをやるための必須機材とかですね、その周辺のトリガーセンサーとかケーブルとかそういったものを結構ちょこ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 揃えていまして、えー、やっと整いましたんで、えー、昨日ですね、えー、開封しまして、 1一人でスタジオに入りまして、えー、まあ開封と初見の、えー、イントロダクションというかインプレッションみたいなことをがっつりやりまして1人でちょっと音の研究を軽くやりその後ボズニアックのバンドスタジオに入りましてでちょっと音をですねいろいろ冷静に聞いたりとか研究できるようにちょっとバカデカめのスタジオをお借りしましてそこでえー数時間、まあ、結構長時間でですねがっつり音作りスタジオ入ってきました。 で、入ってきまして、えー、その日の帰りまあ、夜中までやったんですけど帰ってきて機材片付けて、えー、今テンションがぶち上がって撮っております最高でしたいやーまあいけるだろうと思いながらもどうかなと思いつついろいろ調べて、えー、自分なりにえ考察を重ねた結果やばそうだと一番いけそうだという機材を購入しまして、えー、望んだというだけありまして 大丈夫でした、はいえ。割と僕が思っていた通り以上のことができる機材をやっぱり変えたみたいでしてかなり最高ですね、えーまあ、改めての部分もありますけど具体的に僕の今のドラムセットがどうなってるのかっていうことをサクッと話した上で、えー、さらに思ったことをちょちょちょっとガガガッとしゃべらせてください、はいえー、ドラム 何を僕叩いてるかと言いますと、えー、バスドラムですね、ドゥンドゥンドゥンってやつですね。と、おハイハットシンバル、チッ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 チチ,チチってやつですね。で、スネアドラム、タンタンタンってやつですね。はい、と、フロアタム、ボーンボーン,ボーンってやつです。と、ライドシンバル、ジン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 、シャンシャンってやつですね。 はいえー、僕はですねドラムを叩くときは5点この5点のドラムを叩いてました、はい、プラス最近はですね電子パッドも2個置いてまして <noise> ドゥードゥードゥーっていう低音が鳴るのとカッカッカッていうクラップ音が鳴るっていうやつも個別に置いていたので合計7発の7個の種類の太鼓やシンバルを混ぜ合わせてドラムを叩いてたんですね。でこれがですねえー 本日、てか今回のアップデート以降どうなるかと言いますと、生の太鼓もしくはシンバルはですね、3つだけになりました。チッチッチ,ッチッっていうハイハットと、タンっていうスネアドラムと、チン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 シャンシャンシャンっていう音がいろいろなるライドシンバルってやつ。これだけが生ドラムとして今後も叩くものです。で、タンタンタン,ンっていうバスドラムとか、ドーンって音がするフロアタムとか、あとは ドゥーンっていうパッドとか、カッカッカッっていうパッドとか、そういったものは全部一旦なくしまして、えー、今回購入しましたローランドという会社の TM6Pro っていう、それらがいろいろできる電子楽器を購入しました。はい。で、えー、実際僕ドラマーとして、あのバシバシバシって、えー、バスドラムを踏むあの動作とかをもうなくしちゃって、コンピューターから動機で流すようになるとか、そういうことはしません。 やっぱ生のドラムを叩いているってあの絵は最高じゃないですか。あとやっぱ生でね、えー、タイミングとか強弱とかを含めて自分のドラムを表現したいっていう気持ちはありますんでこれからもあの右足左足全足動かしまくってドラムを叩きます。叩くんですけど右足でですねバスドラムってドゥンドゥンドゥンって踏むんですけどあのバスドラムを叩いてたところにですねトリガーパッドといいまして、えー 何にも接続しないと、ただのタッ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 っていう小さい音が鳴る鉄のペダルみたいなものを購入しました。で、これとですね、その購入した、えー、ROLAND の、えー、TM6PRO っていうトリガーモジュールをですね、ケーブルで接続すると、えー、そのモジュールの中で自分が設定した音を自由自在に鳴らせるっていう、それちょっとむずいんですけど、説明が、そういう機材を購入しました。 はいで、えー、その他、えー、自由自在に音を入れ替えられるボタンというかパッドは4つ僕今回購入してセットに組み込んでるのでその4つの場所にですね今後曲に合わせていろんな音を当て込んでそれを人力でバシバシ叩くことになります最高です。 で、それどうかなと思ったんですけど、今日いろいろまあ初見の研究をして、バンドでスタジオに入って、最高でした。で、これ、あの、本体の中に膨大な音の音が最初から入ってるんですね。で、それを組み合わせて自分オリジナルのドラムセットの音を登録できるんですけど、それとはまた別でですね、SD カードを入れることでですね、その SD カードの中に仕込んでおいた自分が作り出した音っていうのも、 その生ドラムででで叩いてるる風の電子楽器に入れれ込めるんすすねこれやばいですよねこよ、うん、僕はあのコンピューターで曲を作ってるんでそのコンピューター上で曲を作った曲のドラムのやばい音っていうのがあるんですよ。でそういうのを TM6 っていうヤバ機材の中にぶち込んでそれを手や足で実際自分のタイミングや強弱で叩くってことができます。やばいですね。 今後ご期待ください。はい。で、それをですね、初めて昨日やってみてですね、今日か、はいろいろ思ったこともあるんですけど、えー、まあ、いろいろちょっと長くなる動画、動画とかにしてですね、ちゃんと YouTube とかでもっとがっつりレビューのーコンテンツは出そうと思うんですけど、とりあえず僕が今日スタジオから帰ってきて、まず思ったこと、バスドラムっていう楽器ってめっちゃでかい音がして、めっちゃうるさいんだなって、それを失って、 えー、抹消したドラムセットを組んでみて改めて気づきました、はい。でっかくてうるさい音が鳴るバスドラムっていう楽器は最高です。それ自体を否定するつもりはないんですけれども今僕はちょっと、まあ、音楽的にもうちょっと攻めたセッティング未来をちょっと見てみたくてですね。それにはあの 1個の音しか鳴らせない物質的にもめちゃくちゃでかくてステージ上の音もでかいからモニタリング環境もだいぶ支配してしまうあのバスドラムが1個ドカーンとあるよりそれを自分の音でコントロールできる電子楽器があった方が今の僕はオズニアックではおもろい未来があるかなと思ったんで一旦ちょっと排除してみましたはいで、えー、これによってですねいろんなことが変わりまして スーパーアップデートがかかっておりまして、ウォズニャックがちょっともう一歩先に進めそうな気がして、すっごく楽しみです。はい。ということで、ちょっとすんごい駆け足になりまして、えー、わかんない方には全然伝わらない回になったかもしれないんですけど、僕は大分大噴、大噴って何すか、大変興奮してる、略して大噴してますんで、ちょっとその興奮をですね、皆様にもちょっと速報で音声で撮ってみました。 はい実際音で聞かせてもらわないとよく分かんないよっていう方がほとんどだと思いますんでぜひですね来週10月24日木曜日、えー、下北沢スプレッドで僕自身の企画がありましてその自分企画のウォズニャックのライブでお披露目しようかなとそのセットをねお披露目しようかなと思ってますのでぜひそのライブ遊びに来てください今をときめく若手のヤババンドパーオーム9 99 9 9 9 9 とボズニャックのツーマンでして、えー、ロングセットお互いやりますでその前1時間そのライブあと1時間、えー、でですね、えー、ジュニア君の DJ も入りますんで楽しいパーティー間違いなしです待ってますということで今日はこういう話でしたお聞きいただきありがとうございました以上ミニマリズムとその周辺星唄がお届けしましたそれでは今日も皆様元気にいってらっしゃいバイバーイどうも星うたです ポズニャクというその名義で音楽をやっていたり、その他いろんなところでいろんなことをしているミュージシャンです。ミニマリズムとその周辺、お聴きいただきありがとうございます。毎日更新の、えー、星優太がいろいろ考えるポッドキャストっいう感じでやってます。お願いします。えー、2024年10月、詰めすぎました。<laughs> 9月の末、下旬末ぐらいからですね、詰まってんな、最近って思いながらですね、10月のスケジュールを確認すればするほど、これは僕は生き延びれるのかなって思って、えー、今、10月18日まで来ました。きついです。<laughs> なかなかヘブンが見えてるってやつでしょうか、えー、各種ライブとか各種サポートとか、 各種スタジオとか各種制作などでですね、体力が限界がに来てまして、へばってます。しかしもうちょいだ。あと9日ぐらいですね、詰まった予定をかませば、最高の10月の締めくくりになるでしょう。もうちょっと頑張るぞ。よっしゃ、皆さん応援してください。 えー、今日もですね、今日もというか、まあこれは10月の18日の金曜日更新のポッドキャストなんですが、えー、現在、えー、10月17日のウォズニャックのライブを終えて、打ち上げなどを終えて帰宅しまして、えー、もろもろ片付けなどを済んだ後に撮っております、えー。すぐこのポッドキャストは公開されると思います、えー。今朝手前っていう感じです。最高です。生きてるって感じてます。はい。 今日はですね、まあ、お知らせというか、まあ今日は、まあ、ウォズニャックの話をがっつりさせてください。えー、リリースしました。はい、えー、本日ですね、2024年の10月18日金曜日、ウォズニャック、えー、何枚目のシングルとかもう全然わかんないんですけど、新曲リリースしました。アンチグラビティシステムっていう曲をですね、出しまして、えー、もちろんデジタルですんで、各種サブスクサービスで、 皆さん、お好きなやつで聴いてください。えー、多分、大体のやつに入ってるはずです。はい。めちゃくちゃお気に入りの曲でして、まあ、今日はこの話と、おまあ、これが関係するイベントの話を、あと何分かさせてくださいね。聴いてください。まあ、リリース日ですから、さすがにこの話してもいいですよね、という感じで、えー、綴らせていただきます。はい。えー、ウォズニャックですね。 新突入という感じで、えーまあ、今、2024年の今、僕がやりたい、表現したいバンドサウンドという、まあ、バンドサウンドって別にくくんなくていいか、僕が表現したい音楽を作りまくってるオズニャックなんですけれども、最新モードということで、えー、アルバム曲がですね、もう全部ほぼほぼ出揃っておりまして、えー、それをリリースするに向けて、 えー、順次、えー、盛り上げるべくですね順次シングルカットみたいな感じで、えーまあ、仕上げて、えー、1曲出す仕上げて1曲出すっていうのをちょこちょこと繰り返すつもりでしてその新シーズンの2曲目という感じです。 えー、8月の30日だよな、うん、8月の30日この前の30日に「紫」っていうシングルを出しましてこの「紫」を皮切りにォ、えー、ズニアックの次なるシーズンの曲が次々と出ていって最終的にはアルバムになるという予定ですその新シーズンの2曲目ということで「アンチグラビティシステム」というシングルをリリースしたわけなんですけれどもいかがでしょうか えー、リリースされててから数時間経ってますんで、えー、このポッドキャストを聴ける環境にある皆様であれば多分一つぐらいはサブスクサービスに入っているんじゃないかと思いますんで、えー、ぜひですね聴ける環境ある方は聴いてもらえたら嬉しいです、まあ、正直このポッドキャストエピソードを聴いてる場合じゃないですぜひですねまだ曲聴いてないわという方はここで止めていただいて全然 OK ですんで ぜひ、アンチグラビティシステム1回や2回や3回、聞いてきてからまたこのポッドキャストに戻ってきてもらえると嬉しいです。が、その曲はいいと。まあ、別に星さんがやってる音楽はあんま興味ないんですと。あなたの考えてることとポッドキャストに興味があるんですって方は、変態です。好きです。その方はその方で。<laughs> これからも仲良くしてください。気が合うと思いますんで。 まあそんな感じで、えー、いつでも聞きたいなって思ったら聞けるような環境にはできる限り近づけて僕の方は整えてますんで、興味のある方はぜひですね、聞いてもらえたらすっげえ嬉しいです。えー、この曲は結構僕の中ではチャレンジングな曲でして、なんせ遅いです。はい。えー、BPM、まあテンポですね。はい。スローテンポなナンバーなんですね。かなりゆったりまったりしてますが、 あーですが、ゆっくりしててリラックスできる系の曲ではなく、遅くて重いというような曲なんで、なかなかシリアスな空気感。あんまりこういう雰囲気の曲を今までボズニアックではリリースしたことがなかったんじゃないかなと思います。で、重くてちょっとシリアスな雰囲気で、かつ結構アコースティックな音が。 前面に出てます、まあ、アコギみたいなやつですねアコースティックギターみたいなそういう方向の音が割と楽しめるのでメローでスローで重くてビートでエモーショナルというキーワードが出てくるかなというふうに僕は思ってます。あと曲中でですねあのビートがなくなるっていうシーンがあるんですけれども、まあ、いわゆるブレイクなんて言われてますけどその時間が結構長いです。 オズニアックは結構ビートが前に出てるというかオセオセオラオラダンスミニマルかましロックハードコアみたいなイメージを持たれる方が多いと思うんですけれどもこの曲はまあそういう雰囲気とは打って変わってというかまあこれが新章突入っちゅうことかって感じていただけたら嬉しいんですけど結構余裕を感じるようなビートがない時間 アコースティックギターとエレキギターの絡みだけの時間みたいなまあベースも結構動くしいわゆる竿のベーシストみたいな感じの雰囲気が楽しめるまあそんなような、うん、曲で自分の中ではチャレンジングな曲でしたあんまりこういうアプローチの曲を作ってリリースしたことってないんで、えー、楽しんでもらえるかなどうかなうふふっていう気持ちです はい、で今回も前作「紫」に続きまして100%僕がコンピューターで、えー、作った曲ですドラム生ドラムの音とか、えー、エレキギターの音とかアコギの音とかサおのベースの音とかはするんですけど全部僕がプログラミングで作ったあ音を作った曲です作ったフレーズで作った曲です うん、でこれについてはもう当然バンドサウンドっぽくライブとかもやるんだから生音でレコーディングした方がいいんじゃないみたいな声は、えー、ちょこちょこ聞こえてきるくるようなもんなんですけどまあいいんです。はいまあ、それをやろうと思ってですねレコーディングスタジオを抑えたりとかエンジニアに連絡したりとか僕もあの楽器とかいろいろ全部持ってスタジオに行って。 撮ったりしてミックスしたりなんだりかんだりすると時間とお金がいくらあっても足りないんですねそれよりはですねまあ僕も今日この曲パソコンで作り終わっていてライブでは演奏してますんでまあそういう曲はできる限りこりライブの現場には来ないとかえーまあオーズニャックをリースナーとしては聴いてる楽しんでるよっていう方にもですねできる限り鮮度が高いうちに届けたいなという。 気持ちでいました、はいまあ、もちろんお金を積んだり時間をもっとかけたりすれば生音でね贅沢にレコーディングしたりいい部分もあるかと思うんですけどその分ねお金かかっちゃってるし時間もかかっていってしまって僕が届けたいタイミングでその曲が届けられないと思ったりしました。っていうか今まで結構それで届けられてなかった曲つうかレコーディングもしたのにミックスしてリリースできてない曲とかも結構あるんですよ。 これってめちゃくちゃもったいないし、曲に失礼っていうか、曲がかわいそうですんで、まあ僕はできる限りどんどん皆さんにも聴いてもらいたいんで、まああんまりライブには来ないけど、オズニャックのサウンドは楽しみにしてるっていう方とか、あとライブではこの曲めっちゃ聴いてて好きだから、自分の移動中とかね、自分の時間でもプレイヤーで聴きたいなって方もいると、いたらいいなと、いると思うので、いてくれたらいいなと思うので、 そういう方のお耳に、とりあえず早めにぶち込みたいということで、えー、スピード感重視ということもあって、えー、サブスクでリリースしておりますし、僕が打ち込みで完結させてます。だけど、まあ、シャーなしでこういうクオリティだけど、中途半端だけどごめんねという気持ちは全然なくて、えー、全然打ち込みで作ったけど、やるやんっていう気持ちでいます。もちろん、大納得してまして、これだったら世の中に出せるな、出してなっていうレベルにも当然持っていけたので、 作り切ってリリースした曲ですんで、すもちろん自信作です。聴いてください。はい。そしてまあ、これを生音でレコーディングして欲しかったなとか、生音で聴きたいなと思ってくれた方こそですね、僕はライブやってますんで、ライブで生でえぜひ体感していただきたいと思っております。来週ですね、10月24日、えー、木曜日、下北沢のスプレッドというところでですね、オズニャック、僕の自主企画があります。 はいこれあの「紫」という曲のリリースパーティーというふうに歌っていたんですけれども本日をもちまして「紫アンチグラビティシステム」のダブルリリースパーティーに進化しました最高ですね、えー、で平日なんでちょっと遅めのオープンスタートにしました、えー、夜7時から1時間、えー 星くんですね、えー、バトロイカ・メタル・サマージャケットっていうバンドのギターの Jr. 通称 Jr. ですね、星君に DJ1 時間やってもらって、その後ゲストアクトのパーオーム9999 99にライブぶっかましてもらって、ちょっとロングセットで、えー、そこから、えー、セッティングとチェンジをしっかりやって、ウ、え、ォ、ー、ズニャック、そしてドラムが擬態化された新セットのウォズニャックの現状のベストライブを1時間ほどやらせていただきます。 で、えー、クローズでもう1時間、えー、またジュニアに DJ やってもらうという完全なるパーティー仕様で来週やりまして、リリースしてからは初のお披露目で、アンチグラビティシステムやりますんで、絶対に、ぜひ、生で体感しに来てください。ということで、ボズニャック、僕のソロの最新曲が出たよっていう話と、 それを体感ししにライブ来ててねって話でしたあの学生の方は、えー、無料でご招待できます学割,学割というかね学生無料キャンペーンを実施してますはいそんな感じであのー、行きたくても、まあ、学生の方ってね相対的なお金なかなかなかったりするかなと思いますんで僕がおごりますんで遊びに来てくださいということで長くなっちゃいましたけどもよかったらボズニアックの新曲「アンチグラビティシステム」聴、うん、いてください ポッドキャストもポッドキャストもお聞きいただきありがとうございました以上ミニマリズムとその周辺星唄がお届けしましたそれでは今日も皆様元気にいってらっしゃいバイバイどうも星唄ですオズネアクというその名義で音楽をやっていたりその他いろんなところでいろんなことをしているミュージシャンですミニマリズムとその周辺お聞きいただきありがとうございます僕が興味あること調べていること買ったものおすすめしたいものいろいろじっくりのんびり喋っていくポッドキャストですお願いします さて10月29日土曜日の更新となります、えー。激詰まっている10月、あとちょっとで駆け抜けるゴールが来ます。頑張るぞということでですね、えー、今、19日の朝4時、撮っております。僕の中では18日の28時っていう感じですね。 明日もですね、ちょっとライブサポートの仕事がありまして、それのデータ作りとか、あと自分の曲作りとか、もろもろやってたらこの時間になっちゃいました。ああ、本当に生きてるって感じてる。最高楽しいぜ。やっていきます。よろしくお願いします。えー、僕のボズニャックのイベントが近づいてきております。というか、リリースパーティーです。はい。えー、昨日、それ専用のエピソードあげましたけれども、ボズニャックのアンチグラビティシステムというシングルが出ました。デジタルで、 聞いてください、皆さん。結構かっこいいと思いませんかずっしり重い。 メローな曲っていう感じで作りましたんで、ぜひよろしければたくさん聴いてもらいたいですね。で、それのリリースパーティー、来週の木曜日、10月24日の木曜日が、えー、下北沢スプレッドでやりまして、えー、DJ 前後に1時間入れていただいて、で、ウォズニアックの前には、パーオーム9999 99のライブもちょっとロングセットでやっていただいて、で、ウォズニアック、ここ半年で築き上げてきたシステム、新曲、おなじみの曲、が ノンス,ストップに近い感じでやりまくりまして1時間ぐらいライブやらせてもらいましてスーパーパーティーを開催しようと思っております学生さん無料来てくださいその日に発売するグッズもギリギリ間に合いましたんで持ってきます待ってるぜよろしく頼む皆さんえ概要欄からプレイガイドチケット買ってきてください遊びに来てください待ってますさて打って変わってですねえ今日はですねおすすめしたいメカガジェットについての話をします これねあの、僕、いろんなこうメカとか家電とか、ね、に囲まれて生きているわけですけれども、そのものを手に持った時にですね、毎回、これ本当にいい買い物だったよなって思うアイテムが実はありまして、その持つたびにですね、ああ、これはポッドキャストで買った時に紹介したけど、改めて本当にいいもん買ったなっていう、こう、 感傷に浸るエピソードもあげなきゃなーっていつも思って,てて忘れちゃってたやつを思い出したんで今日撮ります。あの、コーヒーを飲む方必見のですね、メカというか装置がありまして、巻きネッタってやつなんですけど、それをですね、紹介したいと思います。結構前にも、2年前ぐらいかなや。 あのここでまた喋ってるんですよね。その時にも紹介したんでああそれねそのエピソードを聞いて私買って使ってるっていう方はですねああまた同じこと喋ってるわっていうよりマジでそれいいよねーっていう感動の方が大きいと思うんですけどこれ本当にナイスメカナイスガジェットでしてコーヒーライフ最高になるんでぜひ 僕のおすすめの話聞いてください。これ何なのかっていうとですね、のエスプレッソマシンなんですよ。で、エスプレッソを機械を使わず、機械っていうか何ていうのあの、電源を差し込む、そういう電子機器を使わずにですね、直火で作れるっていう装置なんです。はい。どうですか皆さん。パソコンとかスマホとか、 ドラムとかマニピュレーターとかのことを言うと思いましたか今回そういうことではなくてですね、仕事とか僕の活動とかで使うアイテムは除外して、あの、日常で使うものですね、日用家電ですごい僕がおすすめするものっていうんで考えて喋、えー、っております。マキネッタっていう直火のエスプレッソマシンです。 このエスプレッソをですね、飲むことはあんまないよと、星さんと。そういう方も安心してください。これですね、あの、エスプレッソをお湯とか水とか氷とか牛乳とか豆乳で割って、僕いつも飲んでおりますんで、どうかご安心ください。まあ、エスプレッソってそのまま飲むとさすがに結構苦いじゃないですか。ぐーっと。 コーヒーのね液とかがこう凝縮されてるえ少量の液体っていう感じなんでそのまま飲むことは実際ほとんど僕はなくて実際はまあ一番多いのがアイスエスプレッソみたいな感じにしてえまあエスプレッソを水で割ったやつをアメリカーノとか言うんですけど僕はそうやって飲むことが一番多いですでたまに豆乳で割って氷を入れてえアイスソイラテにして飲んだり すするんですけどそういう感じであの、家でコーヒー飲む方はですね、ぜひあのドリップでコーヒーを入れたりとか、インスタントコーヒーもいいんですけど、あの直火でですね、コンロで直火で作れるエスプレッソをお湯で割ったりするの非常におすすめです。これね、あのすっげえ簡単に作れるんですね、ま、で豆をですね。 コーヒー屋さんで買ってくる必要はあるんですけど、中引きぐらいに引いて、で、すっげーシンプルな装置なんで、なんせメカじゃないんで、電気がいりません。どんな状況でも使えますし、ものが小さいんで、キャンプとかに持っていく人も多いみたいです。はい、あの、下と上にですね、容器が分かれてて、それをこうドッキングさせて、下から火を沸かして使うやつなんですけど、下の 空間にお,お水を入れてその上に蓋をして蓋の上にコーヒー豆を入れてそれをこう上の部分と合体させて閉めて、えー、下から火をかけると上の部屋空間になってるところにですね下からぐわーっと蒸気で押し出されたエスプレッソ濃いコーヒーが出てくるっていう,こう原始的な仕組みを使ってるみたいなんですね。 で、それをですね、まあ、マキネッタって通称で、総称で言うらしいです。そういう働きをする、ま、やかみたいなもんですよね、言ったら。コーヒーを作るための夜間みたいなやつをマキネッタって言いまして、これいろんな会社のマキネッタが出てるんですけど、代表的な会社のでですね、ビアレッティっていう会社のやつがありまして、これが安いんですよ。安いやつで3000円とか。 4000円とかで Amazon で買えてですね、それを買うだけで、それ以降、まあコーヒー豆買う必要ありますけど、ずーっとですね、インスタントコーヒーとか、ドリップパックとかで飲むより、100倍ぐらい美味しいコーヒーが、ずーっと飲み続けられます。で、電気使うメカとかじゃないんで、古くなったり、そのなんか新型がどんどん出て、 旧式になっっててボロくなるとかってことかこありませんしなんか w i f i とつなげて IoT 家電みたいにするっていうハイファイさもありませんしずーっと長く使えるですねフル道具みたいな感じであの夜間とかもポットとかも長く使うじゃないですかそれと似たようなこうガジェットとしてですねキッチンにこうずっと鎮座するいいやつっていう感じですっごい すっげえ手頃でメカじゃない安心感もあって美味しいコーヒーを抽出できるっていうやつでマキネッタ僕すっげーおすすめですすっごい今日はですねシンプルにマキネッタの説明とマキネッタの魅力を話しただけなんですけど僕、まあ、結構よく飲みましてで特にあの,あのディカフェってわかりますかねあのカフェインをオフにしてあるカフェインレスの コーヒーをですね、豆をひいてもらって買ってくるんですね。スターバックスで買えるんですけど、エスプレッソロースト、ディカフェエスプレッソローストっていうのを買いまして、それをですね、濃縮された味で楽しむことができるというので、最高にハマってます。で、2年間ぐらいはまり続けてます。このマキネッタっていう存在を知ってからすぐ購入しまして、その時からもうほぼ毎日に近いぐらい僕は家で、えー、カフェインレスの コーヒーヒのエスプレッソをを飲むっていう暮らしを楽し楽んでおりますエスプレッソはですね美味しいですし、まあ、コーヒーで割っても最高なんですけどあのカフェインレスのコーヒーってですねインスタントとかひく豆とかでもですねあんまり美味しいのがなくてまあ味はいいけど薄いみたいなのが多いんですよねなのでまあエスプレッソマシンで結構ガッツリちょっと濃いめの コーヒーを抽出してそれを好きな薄さまでこう水とか氷とかお湯とか豆乳牛乳で割って飲むっていうのが僕はすごくお気に入りでいっつも使うたびにあこれ本当にいい買い物したよなって思い続けてここまで来たので、えー、で長期レビューということで買ってから何年か使ってどうだったのかみたいなところも込めて大体 大的ににおすすめでできるので皆さんに今日は紹介ししてみましたはいというわけで今日はですね、コーヒーを家で飲みたいっていう人という、割と狭めのターゲットの喋りにはなっちゃいましたけれども、マキネッタっていう直火のエスプレッソマシーン、ちょっと調べて導入してみてはいかがでしょうかおすすめです。ということで今日はシンプルもの紹介でした。お聴きいただきありがとうございました。以上、ミニマリズムとその周辺、星唄がお届けしました。それでは今日も皆様、元気にいってらっしゃい。バイバーイ。 どうも、星優太です。ボズニアックというソロ名義で音楽をやっていたり、その他いろんなところでいろんなことをしているミュージシャンです。ミニマリズムとその周辺、お聴きいただきありがとうございます、えー。いろんなことについてのんびりじっくり喋っていく、喋り続ける毎日更新のポッドキャストです。よろしくお願いいたします。えー、2024年10月20日日曜日の更新となります。今日もよろしくお願いします。疲れました。はい、えー、今日はですね、もう単刀直入にシンプルにそのことをですね、 のんんびりりるそんなポッドキャストにしたいと思っております何の情報も何の考察もありませんよ。はい。楽しんでください。毎日更新するようになったんで、えー、まあまあ、毎回のね、あの情報の濃度とか、コンテンツとしての強度っていうのはもう、 二の次までいかないですけど、まあそれを追い求めてると、毎日更新って絶対疲れてやめちゃいますんで、まあ時にはこういうリラックス会もあってもいいだろうと思いまして、気楽な気持ちで僕は今日喋ってみようと思っております。逆にない珍しい気がして、どうでしょうかね。楽しんでもらえるといいんですけどね。あの、2024年の、えー、10月はですね、まあ多分今年で一番忙しい月かな。 あのスケジュールが詰まっているということももちろんあるんですけどなんか心に来るスケジュールが入ってるというかあのプレッシャーのかかるというかねそういう重要な現場というか局面が結構多い予定が入っている1ヶ月という感じがしていましてなかなかタフな日々を過ごしているんですけれどもそれのですね ゴールがついに見えてきまして、まぁ、あ、ちょっとある意味こう、一旦終了したというか、今月の過密スケジュールのやつが、まぁ、あ、自分の中ではこう、あとはラスボスを倒すのみだな、みたいなところまでは来れたんで、ちょっとですね、のんびりした気持ちになってるんで、今日はこれを話したいという感じです。具体的に何があったかというのはもう、 このポッドキャストだとか、僕の SNS とか YouTube の配信とかでもうご存知の方が多いんじゃないかと思うんですけど、ざっくりね、まあ、自分の記録も兼ねて改めて、えー、振り返ってみますと、振り返らなくていいや、まとめると、えー、今年は今月はですね、ライブ7本あるんですね。で、まあ、コロナ以降の僕にとってライブが7本っていうのはなかなか増えた。 というかまあこれそれぐらいの数もっと多くの数のライブは月に毎月やってたんですけどまあ一回ゼロになってコロナのおせいでまあそれがだんだん戻ってきたなというのを実感できた月でしたはいでまあ7回ライブがあったというだけではなくてですねその内訳としましてあのサポート業というかねサポートっていうか何て言うんですかねまあ,あのマニピュレーターのお仕事 現場と言いますかそういうのの、まあ、重要なえライブもあったんですよね。あすみさんっていうシンガーソングライターの方のイベント2本マニピュレーターやらせていただきましたしあとは、えー、YouTuber のコヤッキーさん、えー、ミョンさん、えー、あとはアナザーブルーですね。はい のすけ海鮮丼さんというワンピース系考察 YouTuber の方いらっしゃいますけどその方々がやっている秘密結社コヤミナティというですねユニットのライブイベントでもマニピュレーターやらせてもらいましたし、まあ、そういう結構こう僕がねボズニャックとかアダルジャブでやってる規模感とはちょっと桁が違う人が関わってたりとかまあ単純にばっかでかい、えー、たくさんの人が見るライブのマニピュレーターみたいな。 ことも結構今月なぜかこうギュッと固まってあったんで心になかなか来ました <laughs> であとはウォズニャックのライブも3本ありますしダルジャブのライブも4ヶ月ぶりにあったとでダルジャブのライブはまあ久しぶりというだけで、えー、もうこうやるぞ頑張るぞっていう感じになるのにもかかわらずトヨスピットっていうデカ箱で <laughs>。 ダストボックスの25周年のイベントに出させてもらうということでそれもなかなかこうやるしかね度が高いイベントでした。そんな感じのなかなかハードなことをやりまくってたしあとそういうハードな現場であればあるほど入念なリハーサルや準備もあるわけですから、えー、リハーサルやゲネ,プロゲネプロっていうのもがっつりありましてめちゃくちゃミュージシャンな1ヶ月でした。 でそうかと思えばあの僕作品もリリースしました今月ダルジャブはアルバムフルアルバム1枚出しましたし、えー、ウォズニアックはシングルも出しましたはい、えー、そしてあの他の方のですね依頼を受けた曲の制作みたいなものもなぜか今月はあの今までにないぐらいたくさん 結構急な話なんですけどいただけたりしまして、えー、制作のお手伝いみたいなことなんですけれどもそういう作家あ制作もやらせてもらいましたはいでそれらを全ての合間というか全ての隙間狭間にですねこのポッドキャスト運営を毎日やるというふうに何を思ったか <laughs> 開き直ってしまったんでまあ毎日ちょこちょこと喋り続けてましたし毎週1回 <laughs> YouTube で生配信のラジオ2時間ぐらいやって、えー、ハンター e r × h u の連載が今あるので、ジャンプに載ってるんで、えー、その瞬間がですね、初見読みということで YouTube 配信も始め <laughs>、そして、えー、毎週土曜の夜にはですね、新曲を1曲作り、それを映像と合わせてリリースするという、えー、キチプロジェクト、サウンドオンザテーブルの活動もあり、それも毎日、 毎,日やね、毎週、えー、しっかりちゃんと曲をビートを作りましてリリースしましたそしてウォ、えー、ズニャックのイベントが24日あるんでそれに向けてグッズも作りましたしフライヤーとか各種ウェブあの動く動画フライヤーとかも作りライブの資料を作り、えー、全ての準備をし片付けをしっていうのをやりまくってましたああ 最高の1ヶ月をで、すす。ね、過ごさせてていいただいておりますで、えー、あとはラスボスを残すのみってのはどういうことかと言いますと、えー、今日はですね、20日、20日朝の更新分のポッドキャストなんですけど、これは19日の土曜日の夜遅め、夜にですね、帰宅して、えー、このポッドキャスト収録してるんですけど、 19日にですね、あすみさんのライブが、まあ、名古屋でありまして、名古屋のフェスというか、イベントに出させてもらったマニピュレーターやりまして、それで戻ってきたんですけど、あとですね、えー、10月は10日ぐらいある、11日、10、日、1日、1日ぐらいあるんですけど、あとライブ1回だけなんですよ。はい、ここまでにも6本ありまして、強めのライブが、それ全部終わりまして、あと残すあと1本だけ。 えー、10月24日の木曜日の下北スプレッドである僕自身のイベント、ボズニャックのリリースパーティーなんですね。なんでここまでついに来たぞということで、一旦セーブポイントみたいな感じで、今月僕が何をやってたのかっていうのを振り返ってみました。あとはですね、その24日のイベントを。 成功させるというのが史上命題となってきますんでえ全力命がけの激ヤバライブウォズニャックのライブをやるこれはもちろんですけれどもえそこからはこうドラムの擬態化ということで新たなサウンドシステムでのライブをしっかり無事故で成功させるということそしてイベント全体も楽しかったってみんなに思ってもらえるようにえ最大限パーティーをぶちかますと。 いうこ,とこれがもう史上命題となってきてますね。はい。でそれが終わるとですね、もうほぼほぼ僕の今月ハードだった1ヶ月は終わりまして終わったと思ったらですね、非常に終わってましてなんと11月来月はですね、ライブ1本しかないんですよ。これどうかしてますよね。で、しかもその1本もその サポートのマニピュレーターのお仕事現場とかではなく、ウォズニャックのライブ、そしてそれも呼んでもらえたライブなんで、来週の24日のイベントほど自分でいろいろ準備することが少ないというライブ1本が来月の僕の現場系のスケジュールとなっております。何なんですか、この差は。この波は何なんでしょう。ままあこれがが僕らが生きてる この音楽業界、エンタメ業界の宿命といいますかね、波があるということで、まあ、で、12月にもですね、その波は結構ガツッと押し寄せくってくる予感がしますんで、まあ、もうちょっと、まあ、来週の、まあ、来週末までちょっと予定詰まってるんですけど、来週末までどうにかこうにか、えー、つないで、必死に生きて、 そこまでいったら11月は全てを整えてまた12月に向けた準備仕込みをしまくる1ヶ月にしたいと思っております。ということで今日はですね何の内容もない <laughs> 疲れたよという男のざれ言にお付き合いいただきました。<laughs> はいさすがにねなんか4時4時とか4時台とかに寝るっていう日が結構続いちゃってて。 あでまあ、4時に寝た分起きるのが昼とかでもなく普通に予定はあ昼前朝過ぎぐらいから始まるんで単純になかなかの睡眠時間のなさですごく情けないこと言ってる自覚が今あるんですけれどもかなりこう魂が震える仕事というかねそういう現場に携わらせていただくことも結構増えてきたしすごいいい1ヶ月過ごさせてもらってるなと思ったんでちょっと言語化してみました。 といううかもう言っちゃいます。疲れたんで、疲れたということを、そこ、おなんていうか、余すとこなく、音声で伝えるというか、喋ったという、ちょっと YouTube のメンバーシップ様向けのコンテンツ見があるんですけれども、まあ、たまには、ポッドキャストでも、リラックスした話をさせてください。ということで、お聞きいただきありがとうございました。もう一息なので、頑張ります。なので、皆さん、僕の頑張り、 ゲゲラゲラ笑いいいながら見ててくくだだささ24日下北に遊びくださいということでお聴きいただきありがとうございました以上ミニマリズムとその周辺星唄がお届けしましたそれでは今日も皆様元気にいってらっしゃいバイバイ